絶対に語られない話がここにある。ジョーチャンネルスタート。はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。はい、さあ今回もですね、はい、引き続き木島涼介さんね、はい、来ていただきましたけども、はい、本当にフルピーは木島涼介の愛がすごい、うん、だから本当にもう申し訳ないけども、うん、もううちにはいらない本当にそう、まあ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 ちょっと ね、うん、そのぐらいやっぱり本当お前のことが好きみたい。ゲストですから。いや、ね、ゲストだっていう前にもう本当にずっと、うん、あ、記事はね、記事はねって言ってるの、うん、そう、そう、記事のチャンネルとねコラボという形でね、まあ記事のチャンネルも出させてもらうけども、うん、ずっと言ってんの、記事とやろう、記事とやろう、俺はやんなくていい、やんなくていいって言ってるそうだけどやんなすごいの、本当に。多分記事のことは好きだからプロデューサーとしては多分うまくいくかもしれないもういらないって言われてる。そうそうそう、ね、そういうこと言うなよ、ね、うん、ということで皆さん、ね、今回限りでフルピーはもう出演、ね、はい、しないということで最終回ということで、はい、ありがとうございました、はい、本当に長々と、はい、まあまあそれは冗談としてすごい自分でぶった切ったね、まあ、2人の出会いね、まあ、マリノスこの間前回話していただきましたけども、うん、まあ、テスト入団という感じですよね。そうです、マリノスに行くことになって、うん、ここでジョーさんがもうマリノスに行ってるんですよね。行ってた、俺もう行ってるんですよ。本当、ここからの出会い、もうここから今日はあの何も知らないんで、うん、あの情報何もないんで、うん、ちょっとお二人に聞いていきたいなって。テストできたの？テストっつっても形上の、ね、形上の、うん、もうそれ自体俺覚えてないよ、うん、ってことはもういきなりトップチームには入ってたってことですか、うん、サテライトなんかあったっけ、あの時サテライトなんてないんじゃないかな、もうサテライトリーグは多分あったけど、うん、でも2チームは残ってるの、うん、多分ない、ね、普通に一緒に練習しました。ああ、そうなんですか、ね、あれ監督誰の時、アスカルゴルタ1年目ゴルタで、デラクルスになって、そう、ああ、そっか、うん、その時かゴルタの時に入ってきた、うんうん、俺全然記憶にない、もう入ってきた時引っ越し手伝いに行ったしかない、覚えて、多分出会いそこだと思うえ違うだろ、そんな時じゃないだろまともに喋ったのね、嘘、多分、え、その記憶がある、寺岡なんかでしょ、うん、そうだよ、そこになんか新谷君か、吉原、うん、ああ、吉原新谷っていうね、キーパーゴールキーパーのね、そう、選手がいたんだけど、新谷と仲良かったんだろ、いや、そうです、寮でね、そう、寮、あ、寮だったんだもんな、寮にいて、俺は近くのちょっと、うん、あ、とこに借りてて、とこに借りてて、で、俺も吉原新谷っていうのは可愛がってて、うん、で、そのつながりから多分、あ、そこからこう変わったんだ、いや、もうフォワードで一緒の練習があってとかじゃないんですね、じゃあ、なんかそんなイメージかなと思ったんですけど、うん、何を最初に喋ったかも全然覚えてないけど、もうすぐいたうちにいたね、確かいつの間にかいます、本だ、俺本当に本だよ、で、まあグループあるね、松田直樹、うん、まあ、平間、うん、俺とか、うん、キジ、うん、そういう中でグループある程度作って、うん、上野義晴は一匹狼、一匹狼でとか、うん、で、井原さん、うん、で、オムさん、吉勝とか、うん、そっち側はそっち側系みたいなね、そういうのがあるの、そう、あった、で、なんとなく直樹とかね、そういう中で俺たちもワイワイ遊んでる感じだったのね、まあなんかやんちゃチームですね、いやそれはちょっと弊害があるけど、ね、ことね、どう見ても今のメンツ聞いててもやんちゃチームです、ね、やんちゃとかじゃないよな、ね、ただ仲良かった、いろんな、まあ、チーム行ったじゃん、うん、あるやっぱりそのチームチームである、あるよな、やっぱりね、分かれる、そうでしょ、うん、グループ分かれるの、分かれるよね、そう、いやでもマリノスは特別じゃない、ちょっとね、あったよね、あ、じゃあかなり分かれてるんですね、他がなんか2つとかなのにマリノスは結構こう分かれてるってこと、分かれてるか、まとまることがない、そうだね、まとまりがないね、あ、そうなんですね、うん、なんかだからプライベートで何かしようぜってみんなで行こうぜなんてないのよ、全くない、うん、ない、全員が集まることがない、そう、あ、そうなんですね、うん、なんか農会みたいなないんですか、終わった時、やった、農会なんて、いやいやいや、5分ぐらいでみんな帰ってたよ、あ、やったかもしれない、乾杯して、あれさ、うちの店でやんなかった、ああ、やったよね、やったやった、俺もさ、昔レストランをちょっと経営してて、その時にみんなでやったよな、俊介も来てね、俊介もなかなか来ないから呼んで、ね、やったじゃん、でもだってさ、うん、もうあの時さ、ほぼほぼいないよ、みんな、あ、そっか、もうだって全然いないよ、人数いないもん、あ、本当になかった、うん、だから全員でっていうのは多分ないわ、なかなかなかったんですね、それだけ仲が悪かったってね、うん、
まあだからでも強調しなくていい、ね、でも記事は、うん、記事は本当にいつの間にかいたね。いつの間にか本当に確かにいたの。なんでだろう。なんだろうね。そっからがこう濃いんですよね、二人の付き合いは。ずっと帰んないんだもん。あ、寮に帰らないってことですか。寮に帰らないし、ずっといたい。寮さんがいなくてもいたもん。そう。どういうこと。いや、鍵の鍵を持ってたろ。うん、もうそれでは仲になってくるんですよ。よくわかんないですよ。で、俺は結構、まあ、引っ越しマニアだったんで、ね。そうだね。そう。だから、もう荷物まとめろっつって、で、何人かで手伝わしてね。そうそうそう。で、引っ越し、みんなの車でバーッと運んでね、うん、で引っ越したりして、業者使うとさ、いろいろ言われたりとかさ、こういう情報漏れたりするからってね、言いながら、みんなそう、みんな呼んで、ちょっと頼むよっつって、うん、でやろうっつってやってね、運んでね、やってたよな。それは物なくなるよね、多分。気づかない。あ、気づかないね。マジで気づかない。ああ、なるほど。お、これいいなみたいな。車の中にふーっと入れてやる。こいつら本当ひどいよね。みんなやってんだから、だから悪いと思ってないから、ね、うん、全然悪いと思わない。もうよく言ってたら、なくなっちゃったっつってるけど、いや、そう、記事とかが取ってってんだ。いや、だからみんなみんな。だってクリーニング屋ってどこに出してんだかも覚えてないし、あれねえなみたいな、うん、俺クリーニング屋出したの知ってるっつって、あそこ取り行こうぜって言って、若いやつと取りっちゃ取りっちゃっつって、あ、上ですけどっつって、通り頼まれましたって言ってもらって、うん、俺たちどうするっつって、これいねえよね、やれよっつってやってた。取り合いだったもん。でもちょっとサイズ感違うから、あれ切れない、ね、縮めたりするんですよ。あ、そういう風にしてデニムとか切っちゃったり。あ、デニムとかさ、お前さ、あのすごい古着のね、すっげえね、40、50万とかするね、ジーンズ、赤耳とかいろいろあった。昔流行ってさ、流行ってね、そう。で、俺ね、これちょっとないなと思って、でもね、こいつがね、すげえいいジーンズ履いてる。そう、で、ほら、お前いいジーンズ履いてんなーって言ったね。確かにあったね。そう、俺の勝手に切っちゃって、それで履いてたね。それバレた。バレた。それバレるよ。俺もだって好きだったからさ、俺すげえいいやつ履いてんじゃんって、そう言ったら、お、これお前だよとかって。あ、これ冗談だよ。そう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 。で、切っちゃったりとかね、勝手にやってんだよって。一瞬だけ顔変わるんですよ、うん、だけど全然大丈夫です。もう何やっても許してくれると思ってるから、俺は。もうその時は若いし、うん、もうな、ほんと何にも言われなかったし。そうそうそう。だって、なんだっけ、あ、朝だってあれでしょ、記事そろそろ行くぞって朝ごはんに横を置いてくれて。そうだよね。え、そこまでしてくれる。匂いで起こしてくれる。ね、やべえっすよ。いや、こいつ朝起きないのよ。確かにね。そうでね、結構ね、もう遅刻常習犯とかね、うん、でチャラいから、うん、見た目がね、うん、だからすごい沿って遊んでるんだろうとかっていう、うん、思われてる、うん、でも全然俺ん家に行って遊んでないのに、うん、寝坊したりするわけ。ね、遊びに行った方が緊張感あって、うん、ね、寝坊しないんだよね、うん、だけどそういうのがあるのよ、うん、だから俺こいついつもいるから朝飯食わせなきゃいけないなと思って、俺を朝調理して、いいよね、そう、それで朝飯できたぞっつって食わして、でグランド行ったりとかね、してたよね。え、で運転も上手。うん、運転も俺だ。あ、思ってない。基本的にだってほぼ朝から夜までずっと一緒にいたんの、うん、そう、遊びに行く時もそうだし、うん、買い物行く時もそうだし、俺のさ、あれさ、なんかお金とかもなんか信頼してるから別に適当にもう預けちゃったりするんですよ。だから絶対金とか取ってたと思うよ。いや、それはない。ない。それは絶対ない。本当。うん。ジョーさんが1万円渡してきて、うん、なんか買ってきて、うん、お釣りポケットに入れたことあるよ。自分のそれだけ。でも昔は本当俺ね、本当に俺バカだったから気にしなかったの、うん、そういうの。うん、そう。普通だったら考えられないね。銀行のカード渡して下ろしてきてとかね、暗証番号教えて、で下ろしてきてとかさ、そういうの平気だったのよ。だってどっか海外行って、うん、代表のね、時計買ってきて、うん、帰ってきて、で若いやつが「長さんそれかっこいいですね」っつったら「うん、じゃあやるよ」っつってやっちゃうの。おお、かっこいい。やばいよね。バカだったんだね。やばい、やばい、マジで、まあ、そういう時代だよね。まあまあまあね、バブルの時代だし、うん、まあ俺はだからさ、ただあげるんじゃなくてね、うん、こういうの頑張ったらこれだけお金がね、うん、だからグランドにお金落ちてるよっていうね、うん、話をよく言ってて、よく言ってた、本当に。そう、だってそこで稼げば、うん、いい生活できるし、ね、いいもの買えるしさ、うん、ね、いい食事もできるし、うん、っていうのを、だから遊びとグランドはすごい分けてほしかったっていうね、うん、おしょっちゅう言ってたよ、うん、そう、そう、すっげーですよ、ね、
遊ぶのはいいよって、遊んでいいけど、うん、やるとこやろうぜっていう、うん、そういうね感じでやってたもんな、うんうん、それは実行できてたんですか。いやまあまあでもまあまあでもね、いやでもジョーさんが、ジョーさんがいないと考えてたらできてたんだろうね、うん、すごい。そうだけど、まあちょっと甘やかすぎたのもあった俺はね、うん、だけど基本的にすごいサッカー少年なのよ、うん、すごいサッカー好きなのよ、うん、そう、ね、だから見た目はさ全然チャーチャーしててね、うん、であれだけど遊んでんだろうなとかいろいろ言われるけど、うん、意外に自分の体のケアすごい大事にするしな、うん、俺よりもやってたらすごい、全然俺だって逆にな、うん、全然やんなんね、うん、まあいいよって言いたくてもいいやって、そうそうそう、うん、でもこいつもすぐアイシングしたりとかさ、いろいろケアしたりとかさすごいしてんのよ、だけどタイミングが悪い時に遅刻したりするのそう、しかも俺といない時とかに、そうだね、そう、そうなんだよね、そう、超怒られてたもんだって、そう、だからお前これやったらダメだよって言ってんだけど、やっぱ 2,3 回しちゃうんだよな、だからそうするとこうそういうのがさ、うん、もうレッテル貼られちゃうじゃん、うん、ね、あいつ遊んでるから、遊んでないのに遊んでるから遅刻してんだ、うん、ね、そうなると悪いイメージになってね、うん、もったいないのよ、うん、バカだったっすね、ね、あの時はな、本当そうだったと思うよ。でも遊んでなかったもんね、なんかね、もっともったいないですね。いやでもね、遊んでるとかあんまりなかったよな、そんなに、うん、そう、なんかバカみたいにさ、俺たちさ、うん、遊んでる風に見え、元の J リーガーはそう思うけど、うん、そうでもないよな、うん、飯食ってね、うん、ゲームしたりさ、なんかね、いろいろしてて、うん、確かに、そう、そんな感じだっただけなんだけどね、桃鉄とかもやってたし、そう、桃鉄すげえ懐かしそうに、遠く見ながら桃鉄やってたよ、超覚えてますね、ゲームやってたよね、うん、でも楽しそうですよね、なんかね、まあでも独身でしたら楽しかったよね、楽しかった、あ本当に楽しかった、毎日がハッピーだったし、そう、でも毎日金超使っちゃったと思う、あ、それだって食べ物、いやもういろんなもの、いろんなもの使ってたよな、使ってた、でもそれはやっぱりジョーさんが出してくれる、はい、あ、はい、即答ですそれ、いややっぱりサッカーってさ、うん、やっぱり先輩後輩ってさ、まあね、あるんだよね、うん、俺だからジェフの時に1年目行って、うん、でまあ江尻さんとかさ、まあいろんな上の人たちが連れて、うん、飯連れててくれたりね、いろいろするんだけど、で結局まあ2年目ぐらいになるとまだ先輩いるじゃん、うん、でも俺もう試合出てるし、うん、お金稼いでるから俺よりも稼いでない先輩とかいるわけ、うん、だけど先輩がご馳走してくれるわけ、やっぱそういうちょっと縦社会ってあるのよ、うんうんうん、だから俺は後輩だし、うん、で自分ができる範囲でやってあげようと思ってやってたけど、うん、でも相当使ったと思います。すげえですよ、多分ここに貢いだ金はもう相当だね、出世払いだって言いながらね、まだ帰ってきてないんだよ、全然帰ってこないね、うん、出世してねえみたいな、一回ひどかったよ、あ、俺もさ、まあ本当おかしかったんだけど、バーニーズニューヨークとかね、横浜行ったよな、行ったよ、よく行ってて、うん、そう、買い物ね、その洋服好きだったしね、うん、でね、買い物して、で、俺もね、値段とかさ、当時見ないのよ、うん、買えるからね、そう、もうだからもうこう、こういうところ、ところでも、うん、だから、しかも店の人ね、行くとね、勧めてくる、勧めても、こういうの、あ、新作ありましたっていうわけ、うん、結構見るのめんどくさくなってくるから、うん、もうじゃあこれでもいいです、それで、うん、って言って、ブラーっといろいろ見てる、見て、それで戻ってくるじゃん、で、もう会計いくらですって、うん、あ、もうこのものはパッて払うでしょ、うん、で、そしたらね、こいつね、すっごいなんかジャケットみたいなのとかね、入れてるわけよ、勝手にでね、ソファーでね、こうやって寝てるわけよ、座ってるあれ覚えてるよ、俺すげえそう、で、俺いろいろ回ってて、で、これはね、もう会計の近くのところのソファーにこうやって寝てるわけよ、そう、どうしたんだろうと思ってで、やってたら、一緒にこう混ぜ込んで、ね、買い物させてたっていうね、ね、それバレないようにこうやってたんですよ、うん、でも もうバレてると思いましたけど、でもあの時バレてなかったから分かったよ、でもちょっと高いなと思って、今回ちょっと色々高いなと思ってたんだけど、新作出すと思ってね、そう思ってなかった、でもあれ結構高いに入れたでしょ、入れたよ入れたよ入れた、多分ジョーさんのなんか全然多分2着ぐらいで俺1着、そう俺の方が高くて、うわやべえと思ったもんでも俺結構高いなと思ってたんだけどでもこいつの入れてたもんね、そう、まあそういうのもあったりとかさ、わきあいあいいろいろね、うん、やってたっていうね、でもサッカーの話も知ってたよ昔はね、うん、まあしてたんですね、いろいろ知ってたんでね、で2人で2トップ先発とかあるんですか、あったんじゃねえどっかで、いやどっかだったね、あるよね、うん、あ、だから俺サイドとかでも出てたし、はい、うん、そうだね、トップとかでも、まあ、あったけど、うん、サイドとかの方が多かったから、うん、ジョーさんに出す喜び、あ、半端なかった俺は、頼む、この人に出したい、この人手取ってくれみたいな、なるほど、
いやーもう、でもね、何回かあって、うん、もうそれが嬉しくてしょうがなかった、うん、やりやすかったですか、2人は。そこも聞いてみたいなと思ってたんですよ、出しやすいのか、受けやすいのか、出しやすいっていうかさ、ドリブラーだから、あ、基本的にはね、もうギュン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 いくじゃん、うん、で俺はもうゴール前にこういるタイプだからね、うん、だからやりやすいとかあんまりそういうこと考えたことないけど、うん、でも俺は嬉しかったよ、こいつが先発、うん、ね、記事が先発出て、うん、お同じピッチに立った、うん、よしこれでね、うん、頑張ってくれればと思って、うん、けど怪我したりするのよ、うん、膝とかね、うん、やったりとかするのよ、だからまあちょっとね、まあでもそういう出てる試合は嬉しかったよ、うん、そういう記憶はすごいあるね、まあだけど甘え上手だしね、ほんとに寂しがり屋だしさ、あ、まあそれはね、俺もどっちかというと寂しがり屋だからそう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 ね、ずっと一緒にで俺はね、他の人とあんまりつるまないもんね、うん、そうそうそう、一人って決めたらこの人だけ、そうな、あんまりね、こう四方八方こういろんな付き合いができなかった、昔ね、だからいろいろ誘われても行かない、行かない行かない行かない、行けよって一回言われたことある、もっとみんなのとこ行けよって言われたことあって、その言い方ね、確かに、うん、行けよっつって行けよってすげえ言われて、あ、だけどいいよそう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 いうのがあるね、うん、やばいね、マジで、まあ、だけどやっぱり濃い、そう、時間だったと思うよ、うん、うん、そうだね、だってもう引退されてからもまだね、こうやって連絡取ったりとか、そう、でも付き合いですもんね、そう、引退する前ぐらいかな、リチギに連絡来てさ、電話でね、久しぶりに、いや俺もう今年でこれで辞めると思うみたいな話で、うん、嬉しかったよね、うん、あらーって思って、しかも全然電話起こさないんだよ、うん、ね、もう何年も電話してなかったのに、現地に来て、俺も辞めるからって言って、そうそう、まあ、こういうところはまあ可愛いところなんだろうね、多分ね、うん、そう、また現役長くやられましたもんね、確かに、でもこんなにやると思わなかったね、あ、確かに、うん、俺もう拾ってくれるチームはないと思った、うん、そうだよね、でしょ、確かに、え、マリノス辞めて大分行って、大分行って、そっから、いや、もう俺結構複雑よ、うん、いいよいいよ、ちょっと、マリノス、うん、レンタルで大分、あ、レンタル大分、うん、で、両方クビ、うん、で、1回3ヶ月スペイン行った、あ、スペイン行ったの、え、誰のせいで行ったの、ナヤさん、あー、ナヤさんね、うん、スペイン行って、スペイン行って、うん、で、そしたら大分、鳥に行ったから、もう一回電話かかってきて、うん、もう一回やんねえかって、うん、やりますって、戻った、戻った、うん、で、そこから2年半かな、3年半か、わかんないけど、大分でやったんだ、大分でやって、うん、で、ヴェルディ行って、うん、で、そこから熊本、うん、いや、もう長くない、熊本行って、町田行って、山が行って、ヴェルディ行って、で、サンキュー、すごい渡り歩いてるね、よく本当にそういうチーム拾ってくれたね、ほんと、おー、すごいじゃん、経験値すげえじゃん、いろんなチームの、うん、なんかもう爆弾発言できるチームないもんね、うちのチャンネルはそういうチャンネルだから、そっか、すごい経験値だね、だからこういう経験値をさ、生かしなさいよ、今後ね、すごいじゃん、だって、確かに、でしょ、だからやっぱね、熱心な記事ファンは多いんですよ、いや、少ないと思います、少ないかかるってことは、いや、自分がファンだからね、もう自分が一番のファンだから、記事のドリブルと、うん、もうこうやっぱ期待するもんあるんですよ、いや、そうだね、記事好きは、いや、だけど身長が低いじゃん、うん、それでさ、本当に低い体勢から速いの、うん、俺一回ね、昔聞いたことあるんだよね、お前どうやってそって行ってんだって言ったら、いや、あそこ潜ってっちゃえば来れないじゃんみたいなこと言ったんだねだから俺たちがこうガッて行こうとすると、うん、この辺から下からこうさ、ガッて入ってくるスピードあるから、だからディフェンス止められないの、うん、だからファールとかさ、うん、しかできないっていうね、うん、だからすごいんだよ、うん、そのやり方が意識してたの、そういうプレーって、いや、勝手に勝手に、うん、やっぱり持ってるものなんだろうね、うん、とにかく足速かったの、うん、お前50秒何いくつぐらいだかしてた、5秒、5秒9ぐらいじゃん、5秒9、6秒切っちゃうんだから、あー早いね、うん、5秒9は早いわ、マジ早かったよね、一番早かったんじゃない、マリノスでも、まあでもそうだよ ね、サッカーティーとかと一緒ぐらいじゃない、うん、そうだよね、うん、すげえんだよ、だからまあでもそんだけ長くやれたってことはね、うん、体のケアもね、ちゃんとやられてたってな、だから本当にこう、もうこのチャンネルでまあぶっちゃけた話するけど、はい、木島は本当外見でごまかしてる、
まあ、本当にすごい、多分一番サッカー好きだし、一番自分も好きだし、うん、サッカー少年なんだよ、うん、だけどそういうふうに弱く 見られたくないとか、うん、そういうのあんのよ、うん、昔から、うん、で生きがりたいみたいな、うん、そういうの見せたいみたいな、うん、そうで外見を作っちゃう、うん、ヤンキーみたいなやつだね。そうそうそう、いや本当にそういう感じ、うん、そうすげえ心純粋で弱いくせにそれこう強く見せようとするタイプ ね, そうね、確かに弱いやつだからこそそういうことってするんですよね。そうするな。そうですよね。でいろいろ心配事もいっぱいこうね、うん、あるしね、うん、そうもうだから今だからぶっちゃけちゃうけど、もういろいろそう悩む、すぐ悩むしね、うん、うん、確かにね、繊細なんですね。繊細すぎるぐらい繊細、うん、でちょっと言われるともうスッとなっちゃうし、意外、本当そうなのよ、うるせえよとかってさ、う言う感じじゃん、感じに見えますよね、どうしようもなっちゃってね、表向きは言いますよ、表向きはそうそう、うるせえよ言いますよ、帰ったらビビってんすよどうしようどうしよう、そうそうそう、俺こうだからどうしようとかすごいよね。そうっす、あそうっす、今でもさ結局さちょっとこうチャラっぽくしてるじゃん、ね、だからもういい加減さ、そうね、やめたらいいよね、なんか質さんとかにしましょうよじゃんああそうね、でパーマかけてんだろこれ、うんうん、だからストッパーにして、あこれいいこと考えた、何何何何、フルピーもうお前のこと大好きだから、うん、フルピーとお前の対決しよう、うん、ね、何対決、いやだから PK はさもう絶対余裕で勝っちゃうじゃん、うん、だからクロスバー当て何本、そう5本蹴って何本当たるかみたいな、それで負けたら負けたら坊主、いやちょっと待って、いいんだけど、あーってなんか余裕思われてるのか、すげえわけわかんねえ、マジでマジで意味がわかんねえ、これやばい、これどう、全然俺はいいっすよ、いいよね、はい、じゃあ、うん、俺負けたら坊主にしますけど、記事、うん、が負けたら黒髪で七三ね、じゃん、もう本当にあの サラリーマン昔の、あもうこっからビタッとビタッて、それでいい、パーマ解いて、いいっすよ、それ1年間だけどこ行くんでもそう、うん、ちょっと質感、うん、あチャラヤの質感ダメですよ、何チャラヤって、いやおしゃれな質感、あだからさ、いやそしたら記事が負けたら俺たちが指定する、うん、髪型美容院連れてって、はい、そこでやろう、あなるほど、真っ黒に染めて、うん、そうそう、そうチャラさじゃない髪型にしよう、うん、いやでもで、うん、コーディネートも、うん、あの全部こういうのも一回そうね、服装を迎える、地獄、でもだって負けねえじゃん、そうっすよね、普通に考えて、いやだからだけど、この余裕が怖いっすこの余裕がマジで怖いっすでもね、ちょっとおかしいとこあるのよ俺でも PK 対決望んできたの、あ、そうなの、そう、なんか勝てる気がするみたいな、あ、終わっちゃうんじゃないかなと思っちゃうんなんでなんか、俺も持ってる方なんでサッカーすごい経験してた人じゃないでしょ、そう、違う違う違う、中学校までだけど中学校まででも多分嘘だと思うよ。そうそうそう。そういうこと。いやでも僕は嬉しいですよ、憧れの記事とかね。ね。いや最初ね岡野さんと PK 対決するしようかって話になったの。だけど岡野さんはちょっとレベル高すぎるから、一回ここでもう愛する記事と対戦することでもよろしくお願いします。いやいや全然いいです。おおもうじゃあこれで決定です皆さんね。全然いいですよ。ちょっと近日公開ということで。そうですね。ね、やりましょうよ。まあ、うん、本当にいいすごいでしょ、なんで、あれでしょ、全然わかんないよ、そうですすごいわかんない、怖すぎる俺はそういう人なんだよ、へぇ、ね、うん、超自信あるじゃん、楽しみだな、楽しみだね、はい、ということでまあ、ということでね、話は尽きないよね、尽きないですけどね、やっぱ良かったじゃないですか、記事に来てもらっていや、一番困るいや、本当もう絶対またね、ぜひね、はい、あの記事チャンネルの方も、うん、あのコラボしてますからね、はい、概要欄に記事チャンネル貼ってありますので、ね、ぜひね、皆さんね、見ていただいて、ね、そちらので、チャンネル登録もぜひね、はい、お願いしたいと思いますね、はい、あということで、はいはい、じゃあ今度マキジと会うときは、はい、グランドで、グランドで、はい、ね、対決ということで、はい、で、うん、もう負けたらね丸坊主だけども、はい、もうバリカンはもう持ってるからね、うん、電吉さんっていうね、電吉さんからね、ところから提供を受けてね、はい、そうやってるんで、もうその場でもう丸坊主にするから、はい、ね、その場でやりますから、うん、まあちょっとじゃあそれなんかあのスポンサー募集しますキジとの対決ね、ちょっとスポンサーお願いします。
何何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 チャンネル登録よろしくお願いします。